ーならさっきまでそこに…っていない！リナさんなら着替えてすぐに出て行きました。最近は部活が終わるとすぐに帰ってますよ。うん、アイス食べに行こうって誘ってもまた今度って断られてばっかりです。ここ最近よね。急にどうしたのかしら。ちょっと前までは部活が終わってもみんなでおしゃべりしてたのに。何かあったのかな。私気になってたからリナちゃんに聞いてみたの。でも何でもないって。何でもないと言われても気になりますよね。気になる。カスミンたちとアイス食べに行くより優先される用事って何なの。よし、明日リナ子の後をつけてみましょう。さすがにそれはやりすぎなのでは。そんなことないです。だって心配なんですもん。かすみ、中庭のこんなところ来たことないです。っていうか、こんな場所あったんだ。虹学って広いもんね。でも、こんなところに何があるんでしょうか。カリンさん、この辺りに何かありましたっけ。中庭を抜けると、講堂があるんじゃなかったかしら。カリンちゃん、位置関係が全然違うよ。こんなところで何をしてるんだろう。わあ！セッツ、シー、シー。お待たせ。いい子にしてた。よしよし。夜ご飯遅くなっちゃってごめんね。はい、どうぞ。そんなに急がなくても取らないよ。かわいい。あ、びっくりした。リナ子ってばこんなにかわいい子猫を独り占めしてたの。せつな先輩、次はカスミンに抱っこさせてください。みんな、まだ子供なのに親がいないみたいだったから、誰かがお世話してあげないと。ごめんなさい、みんな部活で忙しいと思って。リナちゃんボードしょぼん。え、いいの？リナちゃんボード